どうも皆さんこんにちは。今回はヤングジャパニーズアーティストご紹介するのは松田直樹さんです。松田さんはアクリル絵の具や油絵の具を使ってご自身を表現されるアーティストで、特徴としては水を使わないで描くというのが一番の特徴かなと思いました。それでは早速インタビューに入っていきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。では早速自己紹介をお願いします。こんにちは、松田直樹と言います。美術教育を受けずにここまでやってきました。はい、ありがとうございます。好んで使う画材を教えてください。好んで使う画材としては、水を使わずアクリル絵の具を使用したり、油絵の具を使用しております。ありがとうございます。アクリル絵の具でですね、水を使わないっていうのはとても独特な描き方だなと私は思いました。主にどんなテーマで作品を作りますか？作品を作るテーマとしては、作品によってテーマは違うんですが、基本的には人間の生きる意味だったり、人間の裏表っていうのをイメージしながら作品を作り上げています。ありがとうございます。制作を始めたきっかけは何でしょうか？制作を始めたきっかけとしては、ずっと表現したいっていうところが自分の中で持っている中で、絵の制作っていうのが一番自分に合っているものだと感じ、絵の制作を始めました。ありがとうございます。そうですね、私もギャラリーで働いてると、いろんな表現方法をされてる方がいて、もちろん絵画もそうなんですけど、絵画の中でも水彩を使ったりとか、もうボールペン画だけだったりとか、あとはその立体的にこう絵画が飛び出している画材を使ったりとか、あとはアクセサリーだったりシルバーだったり、本当にその人その人に合った表現するものがあるので、その人が自分を一番表現できるものっていうのはとても聞いていて見ていて面白いですね。制作する際にどんなことを考えていますか？作品を作る上で考えていることとしては、自分が日本人であることとともにアジア人であること、そして石川県民であるっていうことをアイデンティティに持ちながら制作に励んでおります。ありがとうございます。どんな方に自分の作品を見てもらいたいと思いますか？どんな人に作品を見てもらいたいかということなんですが、アートに興味のある方、興味のない方ともに、いろんな方に自分自身の作品を見てもらいたいと思っております。ありがとうございます。美術に興味がある人ない人、みんなに自分の作品を見てもらいたいというのは、作家さんとですねお話しする中で多くの作家さんたちが抱いている思いだと思います。まさにですね、 TikTok とかはもうおすすめにいきなり出てくるので、アートに興味がない人にも情報を届けることができるツールなんじゃないかなと思います。最後に将来の展望を教えてください。今後の展望としては、国内外問わずギャラリー美術館などでの展示を行っていきたいと思っております。それとともにワークショップなど、自分を表現できるような場所を見つけて、自分の作品など自分を表現していきたいなと思っております。ありがとうございます。そうですね、ぜひ国内だけと言わず、海外にどんどんご自身の作品を発表していっていただけたらと思います。で、松田さんがおっしゃってたワークショップであると思うんですけど、ワークショップ、絵画のワークショップとかって、どっちかというとなんか子ども向けの絵画でこう考える力を身につけようとか、お年寄り その介護老人施設とかでこう手先を動かすためにこう絵画を使うっていうのが結構多くてですね、成人の方たち向けのそういう絵画ワークショップってなかなかこう自分もあまり見たことがなくて、もうやられてる方はいらっしゃるんですけど、
こうパッと思いついた時に浮かぶのが本当に小さい子、それかこうご高齢の方向けっていうのが多いかなっていう印象を受けますね。松田さん、今回はご協力いただきありがとうございました。ぜひアカウント情報を概要欄に載せさせていただいてますので、皆さん作品フォローチェックお願いします。またですね、自分の作品を広めたい、いろんな人に見てほしいという方はお気軽にインスタグラムまで DM をください。いろんな方々がね、興味ありますって言ってきていただいてるので、またお待ちしてます。やり方はすごく簡単で、ご自身でこう動画を撮っていただいて、質問項目に対してお答えいただくという感じなので、やりやすい時間にですね撮っていただいて皆さんに送っていただいてます。ぜひ皆さん、またご連絡、ご興味がある方はインスタグラム DM までご連絡ください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。